No. Okitekurenaika. Tomoya! Tomo. Ya. Tomoya. Tomoya. Watashi no namae ga wakaru ka?私の名前は坂上智代だ。坂上智代。坂上さん。智代でいい。俺はどうしてここにいるんだ。ここは病院なのか？ そうだな。確かに病院だ。智也がここにいるのは倒れたからだ。倒れた？ああ、すまない。私はこれから医者を呼びに行ってくる。すぐに戻るから待っていてくれ。ちょっと待った。一つ聞きたいんだが、智也はどうして ここにいるんだ。私の名は坂上智代。お前の名は岡崎智也。私たちは恋人だ。俺は一体どうしてここにいるんですか？ 坂上さん、あなたの方から説明してもらえますか？多分その方がいいでしょう。智也、お前は記憶喪失なんだ。 大丈夫か？ なあ、智代。 これは誰だ？ そこに映っているのは智也だ。 岡崎智也。私の大切な人だ。 それはいろいろとあったぞ。 波乱万丈な物語だ。ここでもいろいろとあったぞ。私たちはいつでも波乱万丈だ。だが、お前は。 なんか、笑い話みたいだな。
私にとっては笑い話じゃない。だが、智也があまり深刻にならないでくれると、私もどこか安心してしまうな。本当に、お前は不思議な奴だ。で、俺はこれからどうなるんだ？一通りの検査はしますが、明日にも退院してもらうことになるでしょう。よかったな、友也。明日には帰れるぞ、お前の家に。俺の家？どうしたんだ、トモヤ。いや、なんでもない。俺はアパートでも借りていたのか？ああ、そうだ。学校のそばにあるアパートだ。決して広くはないが、素敵なところだ。もっとも、トモヤと一緒ならば、どこだって構わないし、そこが一番だ。その家に帰れば、きっとトモヤも思い出すことができると思うんだ。私たちが過ごした日々を思い出してほしい。もう一度、私たちが恋人同士として過ごすためにな。トモヤ、私はそのためなら何でもする。だから、一緒に頑張ろう。思い出したい。そうだな。頑張ってみるよ。うん、頼んだぞ。そろそろ、いいですか？岡崎さん、今日はそろそろ休んでください。明日の朝、検査をしますので。それでは坂上さん、よろしくお願いします。カーテンを開けてくれないか？私に甘えたいんだな。お前はあまり病人らしくないからな。何でも言ってくれ。じゃあ、窓も開けてくれ。記憶が。